皆さんこんにちは。本日はこちら見に来ました。ハビリット、ホライゾンか、こちらの方ですね。タイの国で作ったタイ国独特の、鉄道車両でございます。こちらの方本日、見学できるというふうなことなので見に来てみました。早速、手続きをして中に入ってみたいと思います。いやいいですね。早速ね、手続き済ませまして、一応靴こんな感じで履いていくような形になります。早速入っていきましょう。ウェルカム。こちらの方失礼します。今日が初めての一般公開というふうなことでね、非常に緊張しております。サワディーカ、サワディーカ、おほースワイちゃん。マッサージチェア、やっぱりマッサージじゃないですけども、こうやってリクライニングが自動でできるという風なシートになっております。このオットマンか、オットマンも出てくるような形ですね。チャージャー、USB チャージもあると。でこちらの方がリクライニングじゃないですけども見れる形ですね。でこちらの方にはYouTube とか Netflix も見れるようになってますね。で、ウェブブラウザーもあるというふうな形ですね。エンターテインメントもあると。サービス、フードメニューとかもタッチパネルで頼むことができるようなシステムになっているというふうなことでございます。どこの駅に着いたかも出るようなスケジュールになっていると。こんな感じですね。あと列車のインフォメーションとか、あとまあ空気の汚れ具合とかですね、あと列車のスピードとかもこのように表示されるようになっております。だそうですすごいな。ここの足置きも出てくるというふうな形ですね。お素晴らしいです。ただこれ椅子はこう固定式で、プリアンマイダイチャーパイヌーマイダイチャーにプリアンダイマイマイダイな、椅子はもう固定式なので、いわゆるその何て言うかな、反対向きにはならない。だからもう固定式、右側が言ったらこっち向きで、左側が反対向きっていう風な形になっているので、そのような形で見ることができるという風な形ですね。でもすごいいいシートですよ。アニーちゃん、あれがチャンヌン、チャンヌン、チャンヌン、チャンヌンスーパーラグジュアリー、一等列車のスーパーラグジュアリーカーという風な形でございます。なかなか横幅も広くて、ここからテーブルも出てきました。テーブルも出てくる形になっております。テーブルも出てきました。はい、5分間よいしょ。役人のね、この辺のこういうのはちょっと安っぽい作りしてますけども、マッサージって書いてあるから、アニタムヌアドワイロ、なんか今マッサージのやつつけたら、動いてます、動いてます。後ろでビビビッとバイブレーションしてるような感じです。ジェッティナ ン, ナン、こちらスーパーラグジュアリーの席で一応7席、ね、ヌンソン3シーハーホクジェッペ8席、7席あるみたいです。一応今数えたら8席ですね。スーパーラグジュアリーカーになります。で、ど真ん中にこうトイレがありまして、これ本ナーマでございます。タイ式のウォシュレットですね。スプレーがついているやつになります。これ、トイレのいわゆる、障害者用のトイレですね。はい、CCTV、 はい、CCTV のいわゆる、監視カメラもついております。セキュリティも安全ですね。でこちらの方が次ラグジュアリーカーになって17席のタイプになります。シップ JT9 か、この椅子にはマッサージチェアがないみたいでございます。でもリクライニングはこうやって自動的に動くスタイルになっております。あ、いいで、これもいいですね。これはこれでなんかコンパクトにまとまっているというか、はい、上の方には、はい、
飛行機みたいな荷物置き場があるというふうな感じですね。これはこれで面白い、素晴らしい。でこちら2席用の座席もこんな風になっております。この窓枠はなんか日本のスタイルの列車を見たような感じで作ってるような感じですね。こう簡易照明がいいですよね、裏から見る。ここ5番の A っていう席で、こう1席1席1席になって、右が1列で、左側が2列席になっております。いや、なかなか座り心地もいいですよ。結構なんか足元がすごくこう浮くような感じになりますね。まあ足置きがあるので、まあいいんですが、結構足は落ち着かないような感じになります。うん、すごいなんかこう浮いちゃいますね。でもまあこうやって画面のモニターがあってっていう風な形で、横の方から見たらあまし見えなくなってますね。こう正面行ったら見れるんですけど、横に行くと見えないような、こういうスタイルになってます。ちょっと後ろの方まで行きましょう。これもどうやらこう下を見る限り固定式になっているような感じで、回らなさそうですね。でもどうなんかな。何個毎回2枚4枚だよ。こちらももう固定式で、あ、でもなんか回りそうな感じではありますけどね。ああ、え、クワコーファンルバルクワコープリアン大丈夫。あ、こちらの方は一応、反対方向にも回るという風な形になってますので、進行方向向きに座席ができるような感じですね。よかった、はい、とりあえずこんな感じでございます。ちょっと後ろの方まで行ってみましょう。どうでしょうか。こちらの後ろ、一応ここは自動扉でタッチしたら開くような形ですね。で一応ここ荷物置き場があって、でドアという風な形、荷物置き場結構ありますね。こんな風に一応ちゃんと荷物置き場って書いてあります。名前はビヨンドホライゾンという名前でございますね。スーパーラグジュアリーの方は方向転換なしで、ラグジュアリーの方は進行方向に向かって座席が作られるような感じになります。はい、とりあえずエアコンもね、バッチリ効いてますしね。よいしょ。座ってみると、こう背もたれとかの枕とかのこうなんていうかな、作りはすごくいいですね。でこう、でちょっとごめんなさいね。もう仕事中に来てるから。で一応ここで、あ、背もたれの上下とか。椅子の前後、なぜ椅子が前後できないかわかりませんが、椅子の前後とかもありますね。テーブルとかが意外と、なんていうかな、安っぽい感じがしますが、この辺は、よ、こんな風に出てくるようになります。よいしょ。よっていう感じですね。うん、こんな風にです。座り心地なかなかで、私173センチですけれども、足が浮きますね。向こうの方の、正直、これか。これは出てこないんだね。この足置きがあっても、結構届かなかったりしますね。プラプラ浮いております。なぜかね、面白いのが、列車なのに
シートベルトが備わってるのが面白いですよね。これどっかの車メーカーかどっかが作ってるような椅子なんでしょうか。そんな気もします。なんかこう、なんていうのかな、高級な車の座席っていう風なイメージですかね。そのイメージがあります。向こうのスーパーラグジュアリーにちょっと行きましょうか。はい、スーパーラグジュアリーに座ってみましょう。はい、こちらスーパーラグジュアリーの方になります。結構学生さんとかもたくさん見に来てますね。今度はスーパーラグジュアリー、スーパーラグジュアリーのこの椅子の高さはちょうどいい。私が足がつきます。結構前にこんな感じでね、つけますね。で、荷物はまあこの辺に置けますので大丈夫です。やっぱりこの辺がちょっとこうなんかマッサージあるんですけど、結構ブー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 動くのは動きます。ここちょっとなんか安っぽい感じがしますね、この辺はね。こちらもなんかこう高級な、なんかこう車とかに乗ってる椅子を使ってるんでしょうか。このような感じがします。でもなかなか座り心地は非常にいいですよ。広いしね、快適ですね。こういう列車でちょっとこうチェンマイとか行けたら楽しいと思います。こんな感じ。とりあえずね、スーパーラグジュアリーを見て、降りたいと思います。でもね、こんだけこう緑を持った作りがしててね、いいですよね。なかなかいい感じです。じゃあ結構堪能したので、そろそろ降りたいと思います。いやでもなんかね、こうドア閉まっちゃった、ドア閉まっちゃったんで、もう一回前に行きます。あれ、さっき後ろから降りるようになってたんですけど、まあいいや、もう一回前行きます。ちょっと真ん中のね、この仕切りのトイレがもったいない感じがしますが、ベビーカー用、ベビー用のアリスがありました。でもね、これをまずね、気に1両全部で同じような種類の車両が作れるようになれば、すごい素晴らしいですね。またこれプロトタイプでね、1両だけしか作っておりませんが、このね、車両が今後もできるようになればいいかなというふうに思います。よいしょ。はい、ホライゾン車両、ビヨンドホライゾン車両見てきました。外観はこんな感じでございます。これね、なんでここ今日プラチョンカオっていう駅に来てるんですが、このキングモンクットインテクノロジー、まあキングモンクット工科大学ですね、そちらの方が作った車両という風な形になっております。電源車ついて、電源を供給する。足回りフェチの方どうでしょう。この足回り、空気バネじゃないね、普通のコイルスプリングだ。コイルスプリングバネで、真ん中が空気バネか。あ、でこのようなこれですね。でこの辺はトイレのタンクですね。トイレタンクというふうな形か、トイレとか水とか、あとウォーターポンプですね。トイレここだから、この辺がトイレなのかな。でウォータータンクとかありますね。ウォーターポンプでバッテリーボックスというふうな感じです。いやー、見れてよかったです。ビヨンドホライズン電光掲示板ですね、行き先は。はい、こちらがね、ビヨンドホライズンの外観でございます。気になるところ、
ロ計算というふうな形ですね。左側がラグジュアリー、右側がスーパーラグジュアリーカーになっております。いや、いい感じです。これがね、タイ初の自国生産の車両というふうなことになるんでしょうか。この車両がね、スーパーラグジーだけで1両、ラグジュアリーだけで1両というふうな形にできるとすごく面白いような気がします。プロトタイプなんでね、これを元にいろんな改良工場を重ねていくんだと思っています。でも初めて眺めれてよかったです。はい、それじゃあまたよろしくお願いします。ありがとうございました。